では始めさせていただきます。えー、豚かける京都、えー、UE4 でなろう破壊神という内容で講演させていただきます。エピックゲームスジャパンの斉藤です。よろしくお願いいたします。えー、ではまずはじめに、えー、簡単な自己紹介をさせていただきます。えー、斉藤です。エ、え、ピ、ー、ックゲーム e ジャパンのテクニカルアーティストです。えー、エピックには2019年6月から入社し、えー、今で大体約1年ほどとなります。 それまでは少し規模の大きめなコンソールゲームを開発しておりまして、さらにその前は結構長い間漫画を描いておりました。そして u ォーとフーディニが大好物です。今日もこれらの話をふんだんにさせていただけたらと思っております。そしてですね、皆様、まずはじめになのですが、破壊っていいですよね。そう思われませんか子供の頃なんかを思い出していただけたらと思うのですが、 え皆様もとにかく何かしら物を破壊したくなったことあったりしたんじゃないでしょうかえ人というのは内なる破壊衝動を秘めているものだと思っておりますえふとした瞬間に何かを壊したいと思うことえ何かが壊れている様を見て魅力的だと思うこと誰しもあるのではないでしょうかえしかしですねえここ日本は法治国家ですえ勝手に物を壊すと怒られてしまいますえ特に人の物を壊すととても怒られます そこで UE4 の出番です。UE4 を使って壊せばどんなに物を壊しても怒られません。えー、合法です。今回はそんなお話をさせていただけたらと思っております。というところで本日お話しさせていただく内容になります。えー、豚を使って京都の街並みを破壊する方法。えー、豚何を言ってるんだと思われる方もいらっしゃるかもと思うのですが、こちらはこの後何を言ってるかがわかる画像がすぐに出てまいりますので。 お待ちいただけたらと思います。そしてですね、その豚による京都の破壊を通してですね、UE4 における破壊に関する各機能や、各ワークフローのご紹介などをさせていただけたらと思っております。特に UE4 はですね、破壊だけに絞ったとしても大変豊富な機能がありまして、リジットボディ、ソフトボディ、フルイド、FBX、アレンビック、バット、ナイアガラ、レイマーチング、フーディニー、フィジックス、ケイオス、エトセトラと、 これだけのトピックがございます。今回はこれら全てある程度ですが網羅的にお話しさせていただけたらなと思っております、はい、というわけでですね若干前置きが長くなってしまいましたがここからが本題ですこちら美しい京都の街並みです奥の方に五重塔が見えておりますね、はい、先ほど僕がお話しさせていただきました豚で破壊するとはどういうことかと言いますと こういうことですね。えー、プリティな豚が、えー、美しい京都を、えー、これでもかというぐらい破壊しております。はい。はい。こんな感じで、えー、豚で京都を破壊させていただきました。えー、今回はですね、この作例を通してユフォ方における破壊に関するあれこれを、まあ、解説させていただけたらなと思っております。えー、そしてですね、えー、まずはじめになんですけれども、えっ、ー、と、おそらく僕はですね、人間というのは誰しも、えー、心の中に小さな、まあ、小さなリトル破壊神、 的なものを持っているものだと思っているのですが、えー、まずはじめに僕の中の、えー、リトル破壊師はこうおっしゃられましたまあ、どうせ壊すのであれば美しいものを壊しなさいと、はい、というわけでですね今回、えー、壊させていただくのはえ先ほど皆さんもすでに見られたと思うんですがこちら、えー、マーケットプレイスで販売されている教団セットこちらを使用させていただきました、えー、こちらはですねえー、と日本の背景アーティストの中村さんという方がですね 実際にプロの現場でご活躍されている方なんですけども、そちらの方が作成されたアセットとなっております。非常にクオリティの高い美しいアセットです。またですね、こちらの美しい京都アセット、基本的に販売されているものですので、ある程度は好きに使用してもいいものではあるのですが、今回、何せ豚で破壊するという若干状況によっては不愉快になってしまいかねない壊し方をするところからですね、作者の方にはきちんと許可を取らせていただいております。はい、豚で壊してもいいですか いいですよという形で、ね、心よくご快諾いただいております。皆様、ご安心ください。中村さん、ありがとうございます、えー。という形でですね、では早速、美しい京都モデルも手に入りましたので、すぐにでも破壊に入りたいというところなのですが、えー、ここで、えー、僕のリトル破壊神がこんなことをおっしゃられております。お待ちなさいと。えー、何か問題があると警告されているわけですね。えー、ここでですね、えー、もしかするとよくあるやりとり。 えちょっと現場のイメージを持っていただけたらと思うんですけれども、現場のそうですね、若干悪意があるかもしれないんですが、ディレクター的な、リード的な立ち位置の方からの要望です。ねえ、この建物、ぶっ壊したいんだけど、じゃちゃっとやっといてくれないモデルあるからすぐ壊せるでしょと。このような形で、モデルあるんだからすぐ壊せるんじゃないっていう感じで気楽にお願いされることがあるかと思います。これに対してですね、私のリトル破壊神はこんなことを おおっっしゃっておりますすだと、はい、こちらは罪です、えー、なぜ罪かというとですね、こちらですね、どういうことかといいますと、破壊に使うモデルというのは破壊レディという状態にする必要があります。えー、破壊レディというのは僕の造語ではあるんですが、まあ、具体的にはモデルが閉じていること、そしてモデルがめり込んでいないこと、えー、この2点を満たしている状態のことを破壊レディと呼んでいます。えー、とそれですね、えー、なぜそんな状態にしないといけないかというとですね、 えとまずそもそも破壊とは何かというお話になるのですが破壊とはつまり物理的なシミュレーションです、はい、物がぶつかったり落下したりそしてまたぶつかったり破壊というのはそういうことを繰り返す物理的な挙動なわけですとなるとですね物のの形状や構造質量それらが正しくなければ正しいシミュレーションを行うことはできません閉じていないモデルつまりポリゴンが欠けていて穴が開いているというのは現実の世界ではありえない形状となりますし メリコミ物と物がそれぞれ同じ位置で重なり合っている状態これも現実的にはありえない状況となります破壊シミュレーションを適切に行うためには適切な形でメリコミのない物理的に正しいモデルを用意する必要がありますそしてそのことを僕は破壊レディとそう呼んでおりますそこで今回のこの美しい京都アセットにお話が戻るのですが実は今回こちらのアセットを選ばせていただいた理由は美しいから という理由だけではありません。今回のこちらのアセットはです、ね、美しいだけではなく、ゲーム用に非常に丁寧に最適化が行われております。具体的にはですね、ゲーム用のアセットというのは、最適化のために見えないところは消していたり、一体化していたりなど、ある意味、破壊レディーとは模逆の相反するようなモデルとなっております。はい、そしてですね、こちらの京都アセットは、それらの最適化が非常に丁寧に行われております。ですので、 こちらをそのままシミュレーションするとどうなるかといいますとなぜこうなってしまうかというとえ最適化によって見えないところを消したりなどするとですねえモデルが閉じていないことでえ質量が正しく判定されなかったりえまためり込んでいたりすることでえコリジョン同士が干渉して爆発してしまったりするわけです。 ちなみに先ほどのモデルを、えー、と僕の手でですね、えー、と破壊レディの状態にしまして、えー、正しくシミュレートするとこうなります、えー、物理的に正しいモデル破壊レディである必要があるというのがどれぐらい重要かということがお分かりいただけるかと思います、えー、そしてさらにですねここで先ほどの罪というお話にも若干つながってはくるのですがこの先ほどの家1件を破壊レディにするために一体どれぐらいの対応が必要かというお話をさせていただきます こちらはですね、今回僕は破壊シミュレーションや破壊をですね、フーディンという DCC ツールで行っているのですが、フーディンというのは各工程をプロシージャルに、1つの工程を1つの濃度で行っておりますので、こんな感じで作業として行った経過を濃度の流れとして確認することができます。こちらの濃度の全体図というのは、先ほどの家1軒を破壊シミュレーションするまでに行った工程の全体図です。そしてですね、この下の方のこの部分。 この部分が破壊シミュレーションを行っている部分となります。では残りの部分は何かというと、こちらが最適化したモデルを破壊レディにするために行ったモデルに対する修正対応となります。パッと見てお分かりいただけるように、破壊シミュレーションよりも破壊レディにするための対応の方がとても手間がかかっております。こちらの対応、より分かりやすくするために可視化してみようと思います。こちらの家ですね。 パーツ単位で先ほどの家をバラバラにするとこうなります、えー、と赤色が破壊レディではないパーツですフーディニー上で、えー、とめり込んでいるモデルや、えー、閉じてないモデルを可視化するツールを作ってこんな感じで色分けしてみました、えー、パッと見てお分かりいただけるように、えー、ざっと全体の半分以上、えー、おそらく7割近くのパーツは破壊レディではないということがお分かりいただけるかと思います、えー、さらにモデルを裏側から見てみましょう この時点でもうすでに見えない部分家の裏側の部分が適切に省かれていることが見て取れるかと思いますそして破壊レディでない部分を可視化するとこうなります家の大部分が破壊レディではないことが分かります具体的にはこちらの壁が厚みゼロのペラペラのポリゴン質量がきちんと判定されないですねであったり裏面のポリゴンがない、まあ、見えないところからは別に必要がないポリゴンなので省かれております もちろん、モデル自体もこんな感じで、見えてない箇所は天井がなかったり、えと、裏側、家の裏側丸ごとですね、えと、見えてない箇所は壁がありません。また、瓦も一つ一つモデルがあるわけではありません。え、見えてる部分が一体成形されたような瓦になっております。え、また、こちらの板壁も一枚一枚、えっと、きちんとモデルを持っているという状態ではありません。えっと、最適化のために、一枚ポリでまとめられ、テクスチャーで表現されております。 さらに閉じられていないぶっ刺しモデルこちらはですねちょっと分かりづらいかもしれないのですが家の梁のモデルですねこちらはぶっ刺すことを想定とされているのでぶっ刺さった部分のポリゴンは必要ないであるということで省かれており、まあ、結果として閉じられていないぶっ刺しモデルとなっておりますさらに地面へのめり込みですこういうまあ一軒家的なモデルというのは、まあ、地形どのような地形でもある程度配置できるように地面にめり込むように余白のようなものが作られていることが多いです というようなことがこがちらのモデル諸々行われております。そして重要なのはですねこれらはわざわざコースをかけて行っている非常に丁寧な最適化であるということです、はい、そして先ほどのこちらのお話にも戻るのですが最適化したアセットを後から破壊レディにするのは非常に大変です、はい、つまりですねお伝えしたいことは何かと言いますと破壊は計画的に、はい、最適化を行う前であれば破壊レディーのモデルにするのは 最適化の後に行うよりかは多分おそらくかなり楽です事前にこちらのモデルを壊す予定があると分かっていれば意識してモデルをきちんと持っておくことも可能です何かを壊す際には早め早めの計画を行っていただけましたら幸いですちなみにこちらの作例の場合はですねこちら画面内先ほどの家一軒ではなく大量に家や五重塔があるわけですが画面内だけでも100オーバーのモデルが使用されております 今回ですね、僕はこの破壊レディにするのは大変ですよというお話がしたくてですね、こちらのモデルを破壊レディにするのを実際手作業として行ってみたのですが、まあ、風邪にて可能な限り修正を自動化もしたのですが、本当にとても大変でした。皆様、破壊は計画的に行ってください。モデルあるからすぐ壊せるでしょとはならないということを、ぜひご理解いただけましたら幸いです。 そしてですね、えーと、破壊レディのモデルを気をつけて作りました。えーまあ、これで一斬心だと言きたいところなのですが、えー、さらに次の落とし穴のお話をさせていただけたらと思います。まあ、こちらは若干僕が勝手に落ちた落とし穴かとも思ってはいるんですが、まあ、皆様にその失敗を共有させていただけたらと思います。えー、先ほどのディレクターにもう一度要望していただきましょう。まあ、これ、まあ、僕なんですけど、どういうことを言っているかといいますと、 これ、破壊レディのモデル、UE4 でレイアウトしておいたから、いい感じで壊しといて、と、はい。今回ディレクターは気を使って、ちゃんと破壊レディのモデルをレイアウトしてくれてます。しかしですね、これを UE4 でレイアウトしているところがですね、はい、愚かです、はい。非常に愚かです。これは僕に対して言われている言葉です。まあ、どういうことかと言いますと、こんなことがありました。はい、この図司というのは僕なんですけども、作業してて困ったことをメモと言ってツイッター上につぶやいております。要約するとですね、 UE4 にインポートしたメッシュを FBX 書き出ししても元の FBX と同じにはならないですよというそういうお話ですどういうことかというとですね UE4 にモデルをインポートした場合こちら左のモデルをインポートすると右のようになるのですが基本的には全て三角化されますしかしですね実はこれらの三角ポリゴンは全てバラバラになっております元の四角ポリゴンが三角化されたというようなイメージではなく UE4 の描画に都合の良い形になるようにバラバラの三角ポリゴンで再構成されているようなそんなイメージです、はい、ですのでこちらのトライアングルとバーティシーズを見ると、まあ、非常に数が多いということも見て取れますまたですね UE4 はこちらですねリムーブ・デジェネレートというチェックがデフォルトで入っておりますでこちらが入っていると位置や UV ノーマルなどが同じ頂点は結合されるというような最適化も行われておりますつまりですね何が言いたいかと言いますと UE4 にモデルをインポートするということは、例えば破壊レディのモデルをインポートしたとしても、全く別の破壊レディではないモデルが生成されるということです。はい、さらにですね、こちらの UE4 のモデルはですね、FBX エクスポートの際には気を利かせてですね、FBX の形式に合わせて頂点融合してからエクスポートをします。えー、こちら、該当のソースの部分なのですが、もしご興味がある方はご覧いただけましたらと思うのですが、 同一ポジションの頂点が融合されているということが分かります、えー。ということですね、具体例を出します。具体例を出しますと、左側のこちら、えー、ルービックキューブみたいな形で、えー、複数のキューブで構成されたモデルがあったとします。えー、こちらはですね、UE4 に入れると、えー、右側のこのようなバラバラの、えー、三角ポリゴンの、えー、とバラバラの状態になって出てきたりします、えー。左側は破壊レディの状態だったのですが、右側はそういう状態ではなくなってしまいます。えー、という感じでですね、 えと僕の悲しみですね。UE4 でレイアウトして、FBX 書き出しして最終加工をしようとしてたのですが、頂点共有がめちゃくちゃになって泣いていると。はい、人には UE4、DCC のやり取りは避けてくださいって言ってるくせに困、えー、り様です、はい。愚かでした。えー、とはいえ、ね、ちなみに対処法もありますので、そちらお伝えさせていただきます。えー、UE4 からエクスポートした FBX には、各トランスフォーム情報が含まれています。 このような形でですね、ローテーション、スケール、トランスレーションというのが各頂点単位で含まれています。ですので、破壊りリーの元のモデルさえあれば、こちらのですね各トランスフォーム情報から変換行列を作ることで、元モデルからレイアウトを再現することが可能です。こちら、フーディリでのやり方にはなるのですが、僕のこちらのですねツイートの方でやり方、詳しく書かせていただいていますので、ご参考いただけましたら幸いです。ですね、何が伝えたいかといいますと、 このような形で破壊レディーのモデルはきちんと作らなくてはいけないまたレイアウトする際も u ームなどでレイアウトすると壊れてしまう可能性があるというようなところからですね破壊は計画的に行っていただけたらなと思っておりますそしてですね数々の地雷をくぐり抜け破壊レディーのモデルをきちんと作りレイアウトを終わらせたことでようやくこちらのですね美しき京都アセットが破壊レディの状態となりました これまではモデルの準備のお話でしたが、ここからは UE4 でどのように破壊を実装していくかのお話をさせていただけたらと思います。UE4 で破壊表現をする場合、大きく分けて2つのワークフローがあります。1つは事前に破壊する。もう1つはリアルタイムに破壊する。のこの2つです。そしてそれぞれ手法がいくつかありまして、事前に破壊するの方は、インポートするちょっと今回ファイル形式で区別をつけているんですが、FBX。 アレンビックバッバというの種類を今回検証しておりま,すまたですね、リアルタイムに破壊する方に関しましては、ナイアガラ、フィジックス、ケイオスというものが挙げられると思います。しかしですね、今回の作例に関しては、基本的に事前に破壊する方法を採用しております。リアルタイムに破壊する方は、えー、と今回は使用しておりません。ですが、まあ、リアルタイムに破壊する方も興味があるという方も結構ないらっしゃるんじゃないかなと思います。 そこでですね、ナイアガラによるリアルタイム破砕に関しましては、この後池田さんの講演で事例がご紹介されます。とても楽しみですね。はい、で、フィジックスとケイオスはと。こちら、多くの方がご興味を持たれていると思いますので、こちらの家で検証を行っております。 まずですね、先ほどの家をですね、こちらの上のフーディンエンジンを使う手法で、モデルをシミュレート可能なスタティックメッシュ群に変換して、フィジックスとケイオスでシミュレートを行っております。こちらはですね、やり方に関しては URL を参照していただけたらと思うのですが、各スクリプトなんかでも似たような形で変換することは可能ですので、ご参考いただけましたら幸いです。 で,です、ね、フィジック x の場合は、先ほどの手法を使って、約2000弱パーツのスタティックメッシュとしてインポートし、そちらで構成されております。イメージとしては、これらすべてバラバラのスタティックメッシュアクターになっており、シミュレートフィジックスのチェックが入っているような状態です。でですね、ケオスの場合は、それをジオメトリーコレクションに変換しました。そしてですね、フィジックスの場合はですね、はい、4.25の場合です。まあ、こんな感じでシミュレートを行うと、バーンと。まあ、そんなに悪くない動きをしているのかなと思ったりはしています。 現在、ケイオスはベータ機能となっております。えー、若干、これですね、ネガティブな情報なので、えー、こちらでお話しするかどうか迷ったのですが、えっ、ー、とですね。 特にジオメドリーコレクション周りの挙動というのは見ていただけたら先ほどのちょっとバーンと爆発してしまった4.25.0の状態から4.25.1でこんな風に全然変わっておりますマイナーバージョンごとでもどんどん改善されておりますですのでちょっと今こちらを検証するのは少し早いかなと個人的には感じておりましてケオスについてはまた別の機会に掘り下げてお話しさせていただけましたらと思っておりますとや興味ある方結構いらっしゃると思いますので そちらの方は今すぐにでも触りたいという方はこちら公式ドキュメントありますので自分でちょっとビルドが必要にはなるのですが KOS すぐにでも触っていただけますのでぜひお試しいただけたらと思います。ということでですね今回に関しては事前に破壊するワークフローについて各3種ご説明させていただけたらと思います,、はいでですね、まず事前に破壊する場合破壊シミュレーション自体は各 DCC ツールなどで行っておく必要があります こちらを UE4 にインポートして実装するというのが事前に破壊するの事前破壊のワークフローになりますで今回はこの事前破壊のシミュレーションに関しましてはフーディニを僕は使用しております、はい、特にこちらフーディニは僕は好きなソフトウェアだということもあるんですがフーディニ18よりです、ね、追加された各デストラクション系のです、ね、新機能新機能といいますか使いやすくされた濃度群があるんですけどもこちらを使用すると非常に簡単に RBD シミュレーションを組むことが可能です 先ほどのこちら全体図でも皆様に見ていただいたとは思うのですがモデルさえ破壊レディであればシミュレーション自体はですねさほどそれほど難しくなくこちら4つのノードだけで組むことが可能ですより複雑なものを組みたいとなってもこちらのノードをある程度組み合わせることでかなりのことを実装することが可能ですさらにですねフーディンの場合サイド FX ラボというものがありましてこちらを使うとデストラクションの各データのエクスポートも非常に簡単です さらにデータのクリーンアップなんかも行ってくれるノードがあったりします。ですので、こういう比較的破壊が行いやすいという理由で、僕は風流の方を採用しまして、そして破壊シミュレーション、左側のものを作成し、それが用意できたら UIFO をインポートして実装していくという手段で、これからご説明させていただきます、はい。それでですね、今回検証した実装方法は以下の3種類です。FBX、アレンビック、バットです。 こちらちょっとファイルの形式で分けさせていただいてはいるのですが、これらの手法、実装方法としては異なるのですが、見た目としては基本的にほぼ同じです。ですので、では何が異なるかといいますと、それぞれの手法の特徴をご説明させていただけたらと思います。こちら3点ですね。データサイズと処理負荷と作業コスト。これらがこの3つではそれぞれ異なってくるのかなと思っております。ではまずは FBX の方から。 FBX と分類はしているのですが、こちらは実装としてはスケルタルメッシュによるボーンアニメーションです。はい、破壊モーションの方はフーディネで作成し、サイド FX ラボの r b d to f b x で FBX エクスポートしています。はい、r b to f b x の詳細に関しては、こちらの URL をご参照いただけたら幸いです。ね、そしてですね、UE4 というのをですね、オブジェクトにアニメーションがベイクされているとですね、スキニングをしていなくても自動的にボーンを作成してくれます。 ここんな形ででですすねね、はい、ちらはです、ね、先ほどのこの風鈴の場合でもですねこちらの手法を利用していまして基本的には破片単位でオブジェクトアニメーションをつけておくとよい方向で各ボーンを与えるというようなフローで実装しています。 ですので、マ、え、ヤ、ー、であったりとか MAX であったりとか各 DCC ツールでもオブジェクトアニメーションさえ組んでおけば基本的にはスキニングやボーンを与えるようなことを作業をしつつも良い方に FBX のスケルタルアニメーションとして実装することが可能です。またですね、気をつけることがあるとするとその際ですね、こちら、ルートが原点にできます。ですので、アニメーションの精度やバウンズに関してはご注意いただいた方がいいと思います。 原点から大きく離れた場所でアニメーションしている場合、このアニメーション精度やバウンドに問題が出てくる可能性があります。でですねこちら、スケータルメッシュのアニメーションに関しましては、キャラクターのモーションなどにも使用されております。ですので、かなり多機能な機能が揃っております。例えばですね、スケータルアニメーションのメリットとしては、この Notify を打てるということが挙げられると思います。こちら、Notify というのは、アニメーションのですね良いタイミングでエフェクトに通知を送ったり、そういうことができるような機能となっております。 さらにですね、こちらですね、エフェクトをですね、ノーティワイで発生させた後は、骨やソケットにアタッチ可能な点に関しても非常に使い勝手がいいのではないかなと思います。何か破片の一部に追随するような煙であったりとか、そういうのをつけるのも非常に簡単です。また、スケルタルアニメーションに関しましては、アニメーション圧縮が可能な点も強力なメリットだと思います。アニメーション圧縮の詳細に関しましては、こちらが非常に素晴らしい記事です。 ぜひ、ほげたすさんという方が非常に詳細にこちらまとめてくださってますので、ぜひご参照ください。詳細は記事を見ていただけたらと思うのですが、えー、と破壊に関しましては、アニメーションがまあ多少曖昧でもばれにくく、さらにまあ先ほどみたいにルート直下にあるだけですので、えー、防音階層も浅いので、えー、圧縮の中でも一番大きく圧縮できるパートラックという設定で粗く圧縮をかけてしまうのもいいのではないかなと思います。で次に処理負荷の話なんですけども、 処理負荷に関しましては、基本的には主に CPU のコストとして出てきます。ここの部分ですね。こちらがタスクスレッドで整列処理されているアニメーションの更新処理。でこちらがレンダースレートで処理されている GPU のスキニング更新処理になります。スケルタルアニメーションに関しては、こちら2つが主な CPU のコストではないかなと思います。そしてですね、こちらの処理負荷に関しましては、基本的にはボーン数に依存します。もし重い場合は、なるべくボーン数、まあ 基本的には破片数を減らすことになると思うんですけども、破片数を減らしていただくことでコストを削減することが可能です。ただですね、一定以上の処理負荷に関しては、タスクスレッドにあるものに関しては、各並列作業が行われているんですけども、レンダースレッドで処理されている GPU スキニング処理に関しましては、並列化されません。ですので、破片が増えれば増えるほど、こちらがボトルネック化しやすいという点は考慮いただいた方が良いかなと思います。という感じですごくざっくりとまとめますと、 FBX に関しましてはデータサイズに関しましてはアニメーション圧縮が可能なのでこちらに関しては長尺で有利になってくるのかなと思っております処理悪化に関しましては懸念は CPU によるアニメーションの更新コストと GPU のスキニング更新コストです特別重いということはないんですがこちら例えばアニメーションをしていない状態でもこのコストはかかってきますので普段はスタティックメッシュで置いておいて破壊がされた瞬間だけアニメーションを流すというような組み方をされるのが良いかなと思います また作業コストに関しましては、スケルダルメッシュの方は、比較的、まあ、キャラクターの方でも使われているメジャーなワークフローになるかと思うのですけども、パーツ数が多かったりすると、インポーツ処理が結構大変です。また多機能である点からも、実装手順もそれなりに多いですので、それなりに作業コストはかかってくるのかなと思います。という形でですね、FBX に関しては、こんな感じです。データサイズ、丸、処理負荷、丸、作業コスト、三角というような形です。では次。 アレンビックの方のお話をさせていたただけたらと思いま,すまずですね、はじめに、アレンビックに関しましては、アレンビックインポーターはデフォルトで使用が可能なのですが、こちら、実験的機能である点はご考慮いただいた方がいいかなと思います。比較的ちょっとしたトラブルに巻き込まれやすいような機能になってますので、そちら気をつけてご使用いただく必要があるかと思います。また、アレンビックに関しましては、3種のインポート方法があります。スタティックメッシュとしてインポート。 ジオメトリキャッシュとしてインポート、ゲルタルとしてインポートするの3種類です。今回はこちらのジオメトリキャッシュを使用しています。はい、他の2つに関してはご興味ある方は、公式ドキュメントのを見ていただけたらなと思います。レベルに配置するとこんな感じです。ジオメトリキャッシュとしてインポートした場合、ジオメトリキャッシュコンポーネントという形で,ですね。まあ、普段スタティックメッシュなんかを置いているのとそれほど変わるような形ではないんですが、そのまま配置することが可能です。 破壊モーションに関しては FBX と同じくフォーディニで作成したものをアレンビックノードで ABC エクスポートしています作成した ABC ファイルはドラッグドロップでそのままインポート可能ですマテリアルに関してはフェイスセットによって分けられるのでエクスポート前に作成するのを忘れないようにご注意くださいまたですねこれは若干ちょっと困った点なんですけどもジューメトリキャッシュはモデルやモーションのプレビューがちょっとできませんファイルを開いてもこんな感じですねマテリアルの一覧ぐらいしか出てきません こちらがちょっと若干困りますそこに関しては個人的には便利だなと思っているのがこのシーケンサーのジオメトリキャッシュトラックですね。こちらを使うとプレビューが簡単にできますので、こちらでアニメーションがどのようになっているかご確認いただけたらと思います。また、えー、とアレンピック、ジオメトリキャッシュで気をつけるべき点といえば、やはり肥大しがちなデータサイズです。FBX と比べると倍以上のデータサイズになっています。 処理負荷に関しても無視できません。えっと、並列処理はされているのですが、ジオメトリキャッシュに関しては、頂点単位で処理が行われます。ですので、頂点すべてを操作するため、処理負荷も高めです。連打レンダーするとタスクすスるドで、大量にデコード処理が行われております。という感じでですね、アレンビックに関してざっくりと求めますと、データサイズに関しては、やはり頂点ごとのデータを持つため、データサイズは重いと言わざるを得ないかなと思います。 また、処理負荷に関しましても、頂点ごとに処理されるため、処理負荷も重みになってしまいます。ただしですね、やはり強いメリットとしましては、インポート処理がまつ比較的早いです。さらにエクスポートも各 DCC ツールでアレンビックの形式で吐き出すのはとても簡単です。ですので、ワークフローとしては作業コストが非常に簡単っていうのがメリットなのかなと思います。という感じで、アレンビックはこのような形になっております。 最後にバットのお話をさせていただきます。バットとはバーテックスアニメーションテクスチャーの略です。頂点シェーダーを利用してオフセット表現を行う手法のことです。こちらに関しましては、最近ゲーム業界で結構バーテックスアニメーションテクスチャー使われているので耳にされた方も多いのではないかと思います。バットの仕組みに関しましてはですね、この後僕の方からよりも池田さん、宮本さんの講演でとても丁寧にご説明されております。ぜひそちらをご覧いただけたらと思います。 僕の方では仕組みの方はちょっと省かせていただいて、まずはエクスポート方法から。破壊モーションはこれまで同様風に作成したものう使い回しですね。エクスポートだけ切り替えております。サイド FX ラボの Vertex Animation Texture l o それを使うと簡単に吐き出すことが可能です。各元のモデルとテクスチャーがそれぞれ吐き出されるような形になりますね。それをそれぞれテクスチャー、モデルとしてインポートして、 テクスチャーに関しましては、冷やしく、リニア、ニアレストの各設定に変更します。マテリアルの作成方法に関しましては、バーテクシャアニメーションテクスチャーロップにこちらのです、ね、シェーダーコードのコピペしたらすぐ作れるものが用意されていますので、こちらをエディターにコピペするだけで簡単に作ることが可能です。はい、データサイズに関しましては、RBD に関してはかなりリーズナブルです。バットはいろんな実装方法があるのですが、 リジットボディに関しましては、破片一つに対して1ピクセルのテクスチャーになりますので、かなり少なく抑えられることが可能だと思います。FBX アレンビックパッドの中で比べますと、パッドが一番今回少ない状態になっております。さらに処理負荷も非常に強いです。バーテックスアニメーションテクスチャーは基本的に全て GPU で処理されるので、まあ、CPU 負荷というのがほとんどないと言って問題ないのかなと思います。ということで、ざっくりとまとめますと、 BAT に関しては、まず RBD に関して言えば破片単位でペクセルを持つのでデータサイズは少ないです。また、処理負荷に関しましては GPU に依存します。モバイルでなんかではまたちょっと状況が変わってくるかとは思うのですが、現行のコンソールなどであれば、おおむね再軽量と考えてよいのではないかと思います。ただしですね、BAT の一つ、やっぱなかなか難しい点というのが、作業コストの方かなと思います。 サイドエフラボのノードのおかげで、かなり実装の方のコストは下がってはいるのですが、マテリアルやテクスチャーの適切な設定と管理が非常に大変です。はい、エクスポートもです、ね、複雑なモデルだったりとかそういうもので問題が発生しやすいなど、結構起こりがちなイメージがあります。はい、というところですね、バットはこんな感じです。データサイズ、処理力、作業コストと、○、二重丸、ツとなっております。今回こちらですね、かなり雑に比較させていただいております。 もしもこれから初めて破壊を実装するという方が見たときに、ちょっとした参考になればなという程度でお話しさせていただいてますので、厳密にはきちんとこちら検証していただけたらなと思います。あくまで参考程度にしていただけたら、はい。ちなみにですね、もしここにリアルタイム破壊を入れた場合みたいなこともお話しさせていただけたらと思います。フィジックスやカオス、こちらで実装した場合はですね、まずデータサイズに関してはリアルタイムに計算されるので、まあ、こちらはですね、データサイズというものが。 まあ基本的にはないと言ってもいいぐらいですね。データサイズは小さいですね。えー、さらに、処理負荷の方なんですが、こちらがやはりネックになるのかなと思います。数万パーツの破片の演算をリアルタイムでは行うのは、やはりかなり厳しいのかなと思います。他のものは事前計算していることによって、こちらを下げているというような状態です。ただし、作業コツトですね、こちら。DCC ツールと行ったり来たりしなくて、そのまま非常に楽です。ですので、えー、こんな感じでしょうか。 という形でですね、リアルタイム事前破壊も含めて、状況に応じて適宜一番良い手法をご選択いただけたらなと思います。ただ、フィジックスケアオに関しては、一番のメリットとしては、やはりリアルタイムでインタラクションが取れるというようなところもありますので、こちらはやはりゲームの要件であったりとか、そういうものを考みて、より良い方法を選択していただけたらと思います。ちなみに、今回の作例では、リジットボディにおいては FBX を、ソフトボディにおいてはアレンビックを使用しております。こんな形でですね、 えと日本海学や街並み全体にはリジットボディでの実装舞台、えー、の練などに関してはソフトボディを実装しているんですが、FBX はアレンベックを使用しています。えー、理由としては、まあ、実装速度を重視ですね。まあ、慣れている手法で早く実装しようと考えておりまして、処理負荷を度外視しております。まあ、特にはこちら、重すぎたら、後でバッテリーを置き換えればいいかな、などと考えておりました。今回、まあ、置き換えずともなんとかなったので、そのままの状態です。 ちなみにソフトボディに関しましては、アレンビックバットというのは、ま、こんな感じですね。そのまま実装可能かと思うんですが、じゃあ FBX の場合、ボーンアニメーションはどうしたらいいんだというお話になるかと思います。FBX に関しては、スキニングコンバーターという手法がありますので、こちらはぜひお試しいただけたらと思います。僕も以前試したのですけれども、バットで問題になりがちなメモリとかをあまり食わず、ま、若干精度は怪しいんですが、いい加減なクロスシムやソフトボディに使えそうだなと思います。さてですね、 これでようやく各ワークフローの説明が終わりました。えー、今回は FBX アレンビックを使って、ようやく事前破壊したデータをですね、いうふうに実装することができましたので、ここから見た目のお話に入ります。はい、見た目を調整して、より良い見た目にしていきたいと思います。えー、そのためにはですね、まず最初にですね、破壊データインポート後のマテリアルアサインに関してのお話をさせていただきたいと思います。えー、とこちらのモデルはですね、まあ、あと事前シミュレーションをしたということは、新規モデルとしてインポートすることになりますので、 まあ、マテリアルをです、ね、再アサインする必要があります。しかしですね、今回のような街並み、ある程度の形のものを、えー、インポートした場合、えー、少し複雑な破壊ですので、マテリアルの種類が結構多かったです。えー、50を超える60近いマテリアルがありまして、えー、こちらをですねそのまま手作業でアサインするのは非常につらかったので、そこでエリターユーティリティウィジェットでアサインを自動化しております。 まあですね数字があるマテリアルを手作業で割り当てるのは非常に辛いので、こういうときにですね単純な作業にはぜひ皆様 PP での自動化をお役立ていただけたらと思います。僕が組んだものも全然複雑なものではなく、アセットの中からマテリアルを選択して、各モデルの各スロットに適切に当てはめていくというようなことだけをやっている簡単なものです。そしてですねこちらのエディターユーティリティウィジェットに関する情報はですねネット上にも非常にいっぱい情報があります。はい、強い方がたくさん発信してくださっております。ありがとうございます。 例えば、この左側の金アジさんであったりとか、弊社の方のエピックゲームジャパンの小勝さんであったりとか、他にも検索してみると、多数の方がこちらのエディターユーティリティウィジェットの情報を発信していただいております。今回のマテリアルのこちらをですね、アサインするのも、確かどなたかが参考として挙げられているものを少しいじって実装しただけですので、そういうものを使って、ぜひ効率的な開発をしていただけたらなと思っております。 これでマテリアルがアサインされましたので、見た目が多少整いました。まあ、ここまで来たら、ようやく次はエフェクトの実装に入りたいと思います。まあ、画面にもちょっと出ているんですが、煙や破片というものを追加したいなと思います。そこで、僕の方で今回使用したのはナイアガラとレイマーチングです、はい。ナイアガラに関しましては破片や煙、レイマーチングに関してはこちら画面に映っているもわっとした煙を実装しています。そしてまずナイアガラの方のお話なのですが、 内柄の実装に関しましては、池田さんの本を参考に完全にそのまま実装しております。素晴らしい本です。こちら皆さん、内ラとフーディングを触られている方、ぜひ購入した方が良いです。素晴らしい書籍になっております。こちらの書籍にある方法で、フーディングで作成した破壊データから、この右側のような形でですね、インパクト、まあ、当たった部分の位置や方向などを出して、そちらをですね、サイドエフェクツラボがですね、なんと内ラ専用のエクスポートノードを用意しております。 はい、ありがたいことですね。FD と u e 4は仲がいいのではないかなと、個人的に思っております。まあ、そちらを使用してですね、HCSV として書き出し、u e 4にインポートすると。そうするとですね、そちらがそのまま内野側で使用可能になっておりますので、そちらを使うと破壊シミュレーションに対応したエフェクトを簡単に出すことが可能です。 こちら画像、ちょっとわかりづらいかもしれないんですが、まあ、白い丸がポンポンポンと出ているのが、家の形になっているのがわかるかなと思うのですが、まあ、位置でやったり、タイミングを見て、こちら、エフェクトを出すことが簡単に、本当に簡単にすることが可能です。はい、そしてこの方法に関しましては、先ほどの池田さんの本で詳しく説明されておりますので、ぜひご参考いただけたらと思います。さらにですね、4.25より、ナイアラはプロダクションレディです。 今までご説明させていただいたケイオスであったり、アレンビックであったりのようなベータであったりとか、実験的機能というわけではありません。こちらは製品としてご活用いただける状態です。ちょっと怖いかなと思ったりもするんですが、ぜひ皆様ご活用いただけましたら幸いです。次にレイマーチングです。こちらレイマーチングで実装した煙ですね。 でレイマーチングに関しましては、えーまあ、こちらの手法を詳しく説明するのは今回ちょっと省かせていただこうかと思います。結構難しい、ちょっとまあ若干難しいような概念です。ですが、あのこちらのですね、えー、と弊社のエピックゲームスの本社の方で働かれておりますライアンさんがですね、とてもとても詳しくブログの方で説明されてますので、ご興味ある方はこちらをご確認いただけたらと思います。そして、えー、と僕もこちらのライアンさんのシェーダーをありがたく使わせていただいております。さ、は、ら、い、にですね、えー、と 4.24まではこちらのライアンさんのブログなどをもとに自前で実装する必要があったのですが4.25からはですねボリュメトリクスというプラグインが追加されておりましてこちらにレイマーチンのシェーダーが含まれておりますですので皆様すぐにでもレイマーチンを使用することが可能ですはいまた今回はレイマーチングで煙を三次元的に僕はちょっと動かしたいなと思いましたですので実装方法としてはどのようなことを行ったかというと 3D テクスチャをフレーム数分連番で作成しております 各 4K のテクスチャーがです、ね、100枚を超えておりますこの段階で,です、ね、マジでかと思われる方もいらっしゃるかと思うのですが、はい、力技でご了承しております。はい、手法としましては、風鈴でまず破壊シミュレーションに合わせて煙のシミュレーションを行います。まあ、こんな感じで壊れたところにモヤっとするような煙を作るわけですね。でそちらを s i d f x ラボこちらも s i d e f x ラボで簡単にエクスポート可能です。ボリュームというテクスチャーノー o というのを使って 3D テクスチャーをエクスポートしています。 そしてですね、それを先ほどのボリュメトリクスのマテリアルのレンダーターゲットにレンマとして流し込むと。そうするとですね、こんな感じで煙を実装することが可能ですで。ですレンダーターゲットのレンマの適用は若干ハッキーな方法で実装しております。シーンキャプチャーを利用して撮影したものを力技で流し込むというような感じです。どういうことかと言いますと、まず Python を使用してですね、先ほどのレンバのテクスチャーをアサインしたプレイ、100を超えるフレームがありますので、それだけのプレイを縦にずらーっと並べて フレーム数分自動作成して整列させます。そしてですね、これらをカメラフェードさせつつ、新キャプチャーするとですね、このような形で、連番テクスチャを1枚のレンダーターゲットで扱うことができます。そしてこれをポリメトリックのマテリアルに流し込むことで、奥の方で動いている煙が分かるかと思うのですが、このような形で動く煙を作ることが可能です。 またですね、今回はメモリを気にしなかったので、大量の高解像度連番テクスチャを使用しているんですが、まあ、状況によってはこんな感じでですね、ループ化してしまうのも良いのかなと思います。うまくフェードさせれば、まあ、この状態でも多分10枚、20枚を使ってはいるのですが、まあ、比較的、えー、テクスチャを抑えることができるのではないかなと思います。はい、またですね、いや、とはいえやっぱりテクスチャを使うのは厳しいというようなお話があったらですね、処理化は気にしないという状況であれば、えー、ボリュメトリクスなんですね、 リアルタイムの流体のシミュレーションを行えるサンプルもあります。こちら今画面に映っているものは事前計算したものではなくリアルタイムで計算したものです。ちょっとあのきちんと適切に調整を行ってなのでちょっと煙が出まくっちゃってはいるんですけどもこちらを使ってみるのも楽しいのではないかなと思います。次にですね、マテリアルの小技について軽くご説明させていただけたらなと思います。今回ですね、このような感じで壊れたものをですね、テックチャット。 自然な壊れ感になるように、マテリアの方でちょっと小細工をしております。手法としてはですね、えー、まあ基本的には単純にノイズを使ってあの、ポジションをオフセットするというようなことなんですけども、まあ、一つちょっと手間を入れたこととしましては、プレスキンドローカルポジションというものを利用することで、モデルが壊れたタイミングでいい感じで歪むようにしています。プレスキンドローカルポジションはこのような形ですね、スケータルメーションアニメーションなどに使えるノードなんですが、えー、わかりますかね 動いた瞬間にぐにゃっと板とかが歪んでいるのが分かると思います元のポジションの位置が分かるので元のポジションから移動したら歪ませるというようなことがこんな感じですねマテレルで簡単に組むことが可能です、はい、こういうことをするとですね、えー、とモデルはですねちょっと直線的に壊れてしまっているものもですね自然に壊すことができるので僕は結構こういう小細工が好きです、はい、またですね先ほどのプレスピンドローカルポジションに関しましては、えー、とスケーダルメッシュアニメーションで使えるノードとなっていますが アレンピックやバットの場合でも UV の方にですね、この壊れモデルの方に壊れる前の位置であったりとか、壊れた後の位置を埋め込んでおくことで、こちらはバットで実装したひび割れにはなるのですが、自然なひび割れなどを表現することが可能かなと思います。こちらのひび割れに関しましては、割れた瞬間にそのまま割れるとちょっとポリゴン感が目立ってしまうので、形がですね、ぐにゃりとスムースがかかるような形で歪ませることで、あまりポリゴン感を目立たせず、まあ、しょいい感じに。 日を作成しております、はい、またですね、とはいえ、モデルを割るのが難しい場合、あんな感じです、先ほどのこちらのような形でスムーズをかけたモデルにもしたいという場合にも、ですねやっぱりちょっと処理負荷的に頂点を増やせないということもあるかもしれません。その場合にこちら、とある大規模な開発におけるですね情報が出ているんですけれども、H2 専用の UV を用意してポリ感を軽減したりとか、頂点から押し込んでマテリアルをなじませたりとか。 こういう手法も非常に見た目に有効なのではないかなと思っております。はい、そしてこれによってようやくおおむね今画面のような形ですね、おおむね破壊シーンの構築は完了しました。モデルにきちんとマテリアルアサインされ、ゆ、まあ、歪みも含め、さらにですね、エフェクトであったりも追加されて、まあ、比較的良い感じのアニメーションができてきたのではないかなと思います。はい、ここからはなので撮影調整に入ります。 今回カメラに関してはなるべく自然な手ぶれを追加したかったのでバーチャルカメラを使用しましたバーチャルカメラはとても簡単に使うことが可能です専用のアプリとプラグインをですね入れるだけで、まあ、僕も今回 iPad を見に来て撮影したのですがすぐに撮影が可能ですのでぜひ皆様もお試しいただけたらと思いますただですねネット越しにですねこちら通信する都合上細かな手ぶれなどは補正されてしまいますそこでですねこちらヒソリアさんの方で 公開されているシーケンサーでカメラにプレーアニメーションを加算する手法をご紹介されているんですけれどもこちらをですねカメラシェイクトラックやカメラアニメのトラックなどを使って追加するとまた自然な形になるのではないかなと思います僕も今回カメラシェイクに関しては多少調整を行っております、はい、またライティングとポスプロに関しては基本的に京都アセットの設定をそのまま使用させてもらっています もともとこちらのセットですね、美しい昼と美しい夜の両方が含まれておりまして、簡単に変更することが可能です。UE4 の場合ですね、適切にライティング設定が行われていれば、こんな感じで昼と夜を切り替えるのは非常に簡単です。もう雰囲気がガラッと簡単に変えることが可能ですので、とても素晴らしいですね。さらにですね、やはりあの UE4 の強いところはリアルタイムレンダリングで、こちら一度実装さえしてしまえば、簡単に微調整などを行えるということがあると思います。こちら おかずさんからの要望でですね、先ほどの夜のパターンに豚の目を赤く光らせてくださいというような要望がありまして、こちらに関しては、おそらく時間で多分10分15分ほどでしたでしょうか。UFO はリアルタイムレンダリングなので、ディレクターからの突然の修正にもすぐ対応できますねという形で、はい、修正させていただきました。UFO であれば、このような感じの調整もできますので、破壊を実装した後、絵作りに関しては、リアルタイムレンダリングの恩恵をぜひ、どんどんご活用いただけたらと思います。 という形でです、ねはい、ようやくですすねが完成しましまた先ほど最初の方にお見せをさせていただいた結果にはなるのですが、まあ、豚が京都を破壊する感じカメラもこういい感じで手ぶれしているような形でリストできました、はいまあ、他に夜バージョンであったりとか、まあ、豚の目が光ったバージョンも含めて、はい、完成しております、はい、豚で京都が、はい、このような形で豚が京都を破壊し尽くしております では、最終的ににままとめになります。破壊シーンを作るには破壊レディーのモデルが必要です破壊は計画的に行いましょうこちら前半僕の方からお伝えさせていただいたやはりモデルの準備というのが破壊においては非常に重要ですですのできちんとどのモデルをどのように壊すかを事前に計画してから破壊することをお勧めさせていただきたいですさらにですね良い方に破壊シーンを実装する場合には複数のワークフローが存在します FBX、アレンビック、バッド、フジックスヘイオス、えー、状況に合わせてより良い方法を選択していただけたら幸いです。このような形で,ですね、皆様の破壊衝動が良い方で合法的に発散されることを願っております、はい。良い破壊信頼法という形で、ご清聴ありがとうございました。えー、この後質疑応答に移らせていただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。<laughs> 皆さん、ご質問もありがとうございます。じゃあ、早速、ちょっと待ってくださいね。画面共有と。よいしょ、えっと。はい、いただいた質問は<あ>、はい、こちらになります。上から順番にでですお答えさせていただこうかと思います。<laughs> はい そこではあのあ豚は可愛いから <laughs>、豚から、豚はですね、<laughs> えめちゃくちゃ可愛いいです、はい。大好きです。もう今,回今回も,あのもう豚を主役にしようと思っております。はいえー、作りました。では次ですかね。破壊レディではない。 パーツはえーどうやって赤く可視化したのでしょうかえまた破壊できないと判断する条件はないでしょうえ何でしょうかというお話なんですが、まずはですね、2つあったえ閉じているか、めり込んでいるかの判定をフーディニー上で行っています。で、閉じているかに関しては、フーディーをもしお使いの方だったらパッとあの分かるかと思うんですが、アンシェアドエッジのえ検出を行っていますま。ああど,どこともアンシ,ェアえシェアされていないエッジがあるということは、エッジがちょっと あのどこかしら独立していて面が開いているという判定で映、えー、しているかどうかの判断を行っています。えー、ともう一つがペラペラのポリゴンかどうかをバンディングボックスのサイズで、えー、確認しています、はいえー。バンディングボックスのサイズが一定以上薄かった場合にはこのポリゴンは怪しいなというふうに判定しています。で、えー、とメリコミに関しては、えー、なんて言ったでしょう、スキャッターでポイントを全体にばらまいて、それがあの各 VDB の中に、えー、他のモデルを VDB 化してですね、そことはメリコンでいるかどうかの判定をとっています。 という3点で、えー、とモデルが破壊レでいいかどうかの判断をしています。はい、では次ですかね。はい。えっ、ー、と次,次、ねえー。京都の家屋は破墓入りにするために実際の家の構造に近い形で藤、えー、を作り起こす。はい、作り起こしています。えー、特に瓦に関してはもともと一体成形だったものをやっぱりこう、なんでしょう。 瓦でごとにあの散ってほしかったので、すべて瓦1枚1枚で置いてます。なので、えー、ポリゴン数もとても増えております。<laughs> はい。破壊レディのモデルは通常のゲームに置くのは、ちょっと全然現実的ではないモデルになっていると思います。板などもすべてあの切り刻んでおります。はい。破壊レディ自動化において、自動化できなかった、あるいはしにくかった部分は、えー、と今回はあの特に、えー、ときちんと最適化をされたモデルでしたので、えー、と人間の意図によって最適化された部分は、あの、 こう自動でで判定しづらいかったですね例えばあの屋根の裏側の板とかがあの部分的にくり抜かれてるであったりとかはあの意図してくり抜かれてるんですけどまあフーディニー上ではそれがこう保管するしていいものかどうかというのは判定は取れないので人間の手でグループ化をしてそこを埋めないといけないというようなことが分かったです。なのであの人があのきちんと想像した部分はやっぱり自動で戻すのは難しいかなと思います。 ざっくりとゲーム実装するのに現実的な変数は、えー、とこれは多分おそらくプラットフォームによってかなり変わってくると思います。えー、ただ、えー、僕のがまあコンソール、現行のコンソールで考えると、えー、これを実装したら個人的なアベージュして持ったのは、えー、と1000を超えるのは厳しいと勝手にしていました。はいまあ、なるべく500ぐらい、数百ぐらいで収まるように。 えどちらかというと、メモリの方で問題が出てくることが多かったです。はいでえー、事前に壊すということですが、えー、その場合、えー、常に同じ壊れ方になるのです。えー、これはあの何でシミュレーションを行っているかによるかなと思います。えー、フリィリの場合はあの、えー何でしょう、シミュレーションを固定するようなこともできますので、えー、固定をしておけば、基本的には同じシミュレーションになると思います。はいえー、次ですかね。 背景の灯籠などにポイントライトを設置している場合に破壊と一緒にポイントライトも移動させる。FBX でもしもボーンを与えている場合は、多分おそらく問題ないかなと思います。はいえー、バッテックスアニメーションテクスチャーアレンビックの場合は、その場所がどこかっていうのを判定が取れないので、難しくなってくるかなと思います。はい FDHI、えー、のシミュレーション時間はどの程度か。えー、とこれはあの、えー、最初のプレイシミュレーションと本番シミュレーションでちょっと変わってはくるんですけれども、えー、とサブステップを上げたりすることがあったからですね。えー、そうでない場合は、多分おそらく、えー、20分ぐらいかな、えー。もう少しかかったかもしれないですが、1時間はかかってないと思います30分多く。30分ぐらいかと思います。はい、一度で。 PC のスペックはどののらいなんですかあ、えー、と PC のスペックは、えー、と最初はノートパソコンで行っていて、ですね、えー、と後ほどちょっとあの、えー、シミュレーションよりはあれですね、えー、メモリの方で問題が出てきたので、えー、とデスクトップに移ったんですけども i7 であったりとか、えーえーね、Foodin の場合あのシミュレーションで一番困ったのは並列でえシミュレーションを回すというよりかは間に入る Python のえ処理がですねシングルスレッドで起こることによって、えー、と結果的にはあのあれです、ね、コアのえと平均的に動く。 えー、クロックスに依存すると思います。ありがとうございます。はい。えっと、デ、はい、ィり T かにはどれくらい作業をこす、あえっ、ー、とて、ね、家一軒の場合は自分でコース一応取ってたんですけど、5日ぐらいはかかっています。<laughs> えっとで、ね、これはあのただあの、もっとモデリングに慣れてる方はもっと早いと思います。あの、僕がちょっと風切りであの可視化しようと思って、一つ一つノードを作ってしまったので、より時間もかかったというような <laughs> 状態ですね。はい。これ、はいえー、はさっきですかね。 あそうですか。なんか順番がもしかして変わってあい,い,いいねが多分途中で入ると途中で、あ <laughs> じゃあ一旦下まで行ってから。はい。これこれですか、ね、えー、ブターフーディはい、フーディーですあ。テストピックです。はい。えー、1一ファイルの FBX にはどこまでモデルがというと、えっ、ー、と、最終的に街並みすべてです。えっ、ー、と、あの一つの FBX で300万ポリゴン近くあります。はい。<laughs> まあの、力技感が伝わってくる <laughs>。<laughs> <laughs> はい。 ですね、破壊などの思い知る UE4 で行って運用する場合、えー、処理負荷による遅延の回避。ああ、そ、えー、らくですね、えー、シーケンサーでレンダリングをする場合は、えーと、処理負荷による遅延は大体の場合問題ないかなと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、遅くとも 1fps も出てれば、シーケンサーでは問題なくレンダリングできるのではないかなと思います。 えと豚の方は破壊レディーな必要な、えー、豚の方はですね、えー、と一応破壊レディに、えーにするためにですね、あれ実はあの目玉とかが別のパーツになった、目玉だったかな何かあの別のパーツになったりしてたと思うので、えー、割れてたりするのかな。えー、と最終的にはあれは別の一体成形したもので、えー、シミュレーションした後、クロスデフォームでソフトシミュレーションに置き換えているような形で撮っています。はい、なので別モデルでシミュレーションしています。 今回の話を再現しようとした場合、おすすめなセット方法など、えー、っとですね、おすすめなセット、ゲーム用に最適化されたものは、やはり今回のように難しくなってきますので、えー、ただ、えー、そうですね、破壊用のモデルはちょっと特殊なので、あまり世の中にないかもしれない <laughs> ですね。 ある意味建築とかで使われているようなものであれば、あの素材を並べていくような一つ一つのモデルを配置していくようなものであれば壊しやすいかもしれないです。特にあの建築のものであると、あの構造的に正しく作成している、えー、ものも僕が見た範囲ではあったりするので、あのまあえー、家のこう丈夫さとか、えー、そういうシミュレーション的にも有利かもしれないです。はいえー スケールタイムシューを歪ませるノードの名前プレスキンドローカルポジションというノードですね。はい、こちらのまた資料に関しては、あこちらですね、はいえー。資料に関してはまた後日公開する予定ですので、これこのまま組んでいただけたら、あのアニメーションで動かすと、ぐにゃっと歪むというのが見て取れるかと思います。ですかね。あとは。えー <laughs> あと UE4 <laughs>、e、と UE5 に関しましては、すみません、こちらあの、えー、講演内容とは少しあの直接的な関係が、はい、ないという形でお答えしづらいというか、はい、UE5 はちょっとあの、えー、僕らの方で,うです、ね、ちょっといい加減な情報を言えない状態になってますので。はい ま,あまだまだ開発中ですしね、はい。期待 <laughs> させていただきました。<laughs> <後>で多分ですね <laughs> あの、後ほどアナウンスさせていただくと思うんですけども、<笑><笑>アンリアルフェスオンラインという本国の方で行われる、えーとですね、イベントでですね、えー、とこちら、多分情報が何かしら出てくるかと思いますので、ご興味ある方はそちらを見ていただけたらと思います。一応、あと、疑応答5分ぐらいありますけど、ここは。じゃあこ、これなんですけど、えーはい、スケルタルメッシュの場合は骨のアニメーションなので、例えば、 壊した後にちょっと骨に対してちょっと補正かければちょっと壊れ方変わったりしますかあ、えっ、ー、と、というのはえど、どういうことですかえっ、ー、と、u i い o 実装してからという感じですか、ね、?FBX でやるときに骨アニメーションになるので、なんかその骨アニメーションに対してちょっとアニメーションを何かとかでかければ、それは可能だと思います。はい。 基本的には全く、あそうですねあの。ゲームで例えば複数のパターンを用意したいとかっていう場合になると、えー、その場合 FBX は結構有利かなと思います。アニメーションのアセットだけをすげ替えるということができるので、でね、バットもまあ同じことができるとは言えばできるんですけど、ああのアニメーションとしていじりやすいあのスケールタルメッシュはいろいろ調整が効きやすいかと思います。確かに例えばあの、そうです。もしかしたら、この後、えー、あれですかね、岡田さんがコントロールリーグの。 忘れれがるかもしれないですけどここにぶつかってほしくないとかだったら調整とかが可能かもしれないです。<laughs> はい。ですねはい、<laughs> あ今、新しい質問が2つき FBX などの処理付加、UFO の画面、あ、これに関してはですね、すみません。あ僕、口頭で説明を忘れていました。あれはですね、アンディアルインサイトという新しく、えー、いつぐらいからでしたっけ ?4.22? もうちょっと前からでしたっけ ?23? でもそのぐらいです、多分。ん。ぐらい前,前ぐらい,、はい。新しく追加,し追加されたプロファイルツールになります。これあの えっと、桑野さんの資料とかって、小笠さん、出せたりしますね今ですかそう <laughs> <laughs> ですね、えー。聞いたりやるような。ネット上で検索していただけましたら、このンリアルインサイトを簡単に使う方法がですね、えーとあえー、とエピックゲームジャパンから、えー、と方法を出しています。あこの下の CPU とかですね。はい。これですね、あのグラフィカルに今の CPU の処理負荷とかが見えるので、あのアーティストの方も、あの こちらを見ると,、えー、と、どういう順序で処理が進んでいるのか、どういうのが並列処理にいっているのかっていうのが分かって、とてもあの良いかと思います。はい。公式ドキュメントも、はい、あります、はい。素晴らしいです。これ、めちゃくちゃ使いやすいですね。見ていただけると。はい。はい、メモリのそうですかね、えー。作業 PC のメモリはですね、これはですね、えー、最終的にノート PC が僕のが、えー、32なのかな、えー、さですかね。えー、多分足りなくてですね。 えとデスクトップに移ったとき、こっちがえっと90ぐらいあるのか。なんですけど、フーディーがむちゃくちゃメモリを食うんですよね。いろいろな作業で。ですので、多ければ多いほどいいです。60ギガぐらいあるとあの安心して作業できるかなと思います。30ギガだとあの何回か落ちてしまって、落ちると辛いのであの逃げちゃいましたす。今回の問題はライトウェイク。あ えとライトベイクに関しては、えーと、ベイクはしていないです。えー、とスケールターミッシン切り替えると色が変わってしまうという点に関しては、えー、と京都アセットの場合は、ベイクの時にですねスタティックでベイクした。 ときに作られているあの動的プローブがあったので、そちらでだいたい色が合うような形にはなっていました。ただですね、あれだけ大規模な破壊で、えー、と完全にライト、ライティングがあの整合性を保つのはちょっと難しいかなと思います。その場合、レイトレとかあの別のリアルタイムの GI であったりとか、あのライティングの手法を検討していくことになるかなと思います。ありがとうございます。ここ<に>というところで、一旦一通り。 ちょょうううど良い時間ででしかそすね一応、質問兼休憩時間ではあるので、一旦もしなければ、12時10分まで皆さん、ご休憩いただいて、次はナイアガラの公演、池田さんのご講演になります。めちゃくちゃ楽しみです。サムさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆様、お疲れ様でした。じゃあ、次10分で大丈夫ですか ?10 分開始。10分開始で、良い。 より破壊心に皆様なっていただけたら <laughs> はいじゃあ一旦休憩画面移します、はい、休憩でお疲れ様です。